お帰りなさい、ご主人様。東高各地の茶葉を取り寄せてまいりました。本日はどのようなものをご所望ですか？料理の技法、そして味付け。東高の食文化というのは本当に勉強になりますね。料理の技法、そして味付け。東高の食文化というのは本当に勉強になりますね。料理の技法、そして味付け。東高の食文化というのは本当に勉強になりますね。ベルファスト、新春のめでたい時期であれども、ご用命とあらばお伺いいたします。任務の報奨が届きました。この衣装の最大の欠点は、ご主人様を乱心させてしまうという点でございますね。ご主人様、委託に励んできた方々にお年玉でも配ってはいかがでしょうか。これは少々困ったものですね。ご主人様を見守り、たまにはお困りのご様子を見ることができれば満足していましたというのに、こんな大切なちぎりを結んでいただけるなんて、もっとご主人様にご奉仕して、もっとご主人様からのお情けが欲しくなりますもの。